はい、こんにちは。中1英語を始めます。今日は代名詞の複数形ね、複数形についてやっていきます。で、特に最初これ認証代名詞って読みます。認証代名詞ね。認証代名詞ってことは人にまつわる代名詞のことですね。の主格、主格っていうのは主語ですね。何々はとか何々がの部分をまずやっていきますね。まず、まあ、用語の説明ですね。何回か出てきてますが、一人称、二人称、三人称という言い方があります。これは日本語でもあるんですが、ね、一人称っていうのは私は、ね、私です。二人称っていうのはあなたで、三人称っていうのは、まあ、彼、彼女とかそれとかね、が三人称と言います、ね、この言葉、ね、一人称はって言われたらすぐ私とか答えられるように、そろそろ、ね、しっかり身につけるようにしてください。で、ここに、まあ、表っていうか一覧でまとめてみました。一人称、私は、ね、これは単数ですね。それの複数形っていうのは日本語でも私たちは、ね、よく言いますよね。私たちは、ね、これが私はに対する私たちはが複数形になります、ね、で、それに対応する英語は私はは I ですね。でも私たちはになると We、 これ We って呼びます。 We となります、ね。まあ、全然違う単語なのでしっかり覚えるようにしてください。で、次、二人称、あなたはですね。で、それに対する複数形はあなたたちはになりますね。それは分かると思います。で、それに対応する英語はあなたは You ですね。で、あなたたちはも You です、ね、この辺がちょっとややこしいですね。あなたはとあなたたちははどっちも You です、ね、じゃあどうやってあなたはとあなたたちはを判断するのかって言ったら、それはもう前後の英文ね、文章の中から判断するという作業が必要となってきますね。これはあなたはって一人のことを言っているのか、あなたたちはっていう複数のことを言っているのかっていうのは、自分で文章を和訳して理解するようにしていくっていうことが必要になりますね。まあ、どっちも言うなので楽と思うかもしれないですが、逆に言うとどっちも言うなのでややこしいっていうのもあるので気をつけてください。で、次、三人称ね、彼、彼女、それですね。で、まず彼に対応するのは彼らはですね。彼たちはとか彼らはになります。で、彼女はに対応する複数形は彼女たちはになりますね。で、それ、まあ、それはに対応するのはそれらはね。日本語だと単数も複数もすぐ分かると思いますが、それに対応する英語ね、これは難しいですね。彼は he でしたね。で、彼女はは she で、それはは it ですね。でも複数形になると he は they、 they って呼びます。で、 she も they で、 it も they ね。全部三人称はの複数形は全て they という単語になりますね。じゃあ和訳するときに彼らなのか彼女なのかそれっていうのはどうすればいいのかっていうのは、もうその文章の前後で判断するしかないですね。その文章全体を読んで、あ、これは彼のことを言ってるな、彼らのことを言ってるな、彼女たちのことを言ってるな、それらのことを言ってるなっていうので使い分けて和訳するようにしてくださいね。ここ he、 she、 it、 単数形は分かれてますが複数形が一緒っていうね。この使い分けができなくて英語がつまずく人も結構います、ね、そういう風にならないためにも今ここでしっかり理解するようにしてください、ね、で、下に、まあ、簡単な文章が書いてあります。こっち主語が単数、ね、普通の今までやってきた文章ですね。 I am a student、 私は生徒です。 You are a teacher、 あなたは先生です。 He is a boy、 彼は少年です。 She is a girl、 彼女は少女です。It is a ball、 まあ、それはボールです、ね、これは今までやってきた単数の表現ですね。それに対応する複数の表現、 We、 I に対応する We、 You に対応する You で、 He に対応する They、 She に対応する They、 It に対応する They、ね、で、複数形の時は
B 動詞は全部 R で受けますね。 We、Am とかじゃないですとか They、Is とかそういうふうにはならないです。複数形の時は全て R で受けますね。これも穴埋めとかでよく間違いやすいので気をつけてください。で、We are student じゃなくて students ね、複数形になります。これで私たちは生徒ですって意味になります。で、これも teacher が teachers になります。で、boy も boys、 girl も girls、 ball も balls ね、ここが複数形になることによってこっちも複数形なのでこっちも複数形ね、しっかり合わせるようにしてくださいね。こういう短い文章を完璧に暗記することによって長い文章が出てきた時にそのどうすればいいかっていうのが分かりやすくなりますね。だからしっかりこういう短い文章を完璧に暗記しとけば後で絶対役に立つので今のうちにしっかり覚えてください。この関係すごくね大事です。大丈夫ですかね。では次いきたいと思います。次は認証代名詞の所有格ね。所有格っていうのは何かっていうと何々のですね、何々の所有ね。ここにも1人称、2人称、3人称でそれぞれ書いてあります。私の、あなたの、彼の、彼女の、それのっていうのは今までやってきたやつですね。それに対応する複数形は私たちの、あなたたちの、彼らの、彼女たちの、それらのになりますね。日本語だと、まあ、すぐに分かりますがそれに対応する単語としては、ね、私のとか my、 あなたのは you are、 彼のは his、 彼女は her、 それのは it ですね。に対応する複数形の所有格は our、 これ our って読みます。 our、 you are は you are、 同じです。で、 his と her と it、 これは there になります。 there って読みますね。この3つ、三人称の複数形は全部所有格の場合は there っていう同じ言葉になります、ね、じゃあこれ there って出てきた時に彼ら、彼女ら、それってそれぞれどう訳せばいいのかっていうのは前後の文章で自分なりに判断するしかありません、ね、なので適切な和訳ができるようにしっかりこれ、ね、使い分けできるようにしてください。いいですか、ね、Our, You are, There, There, There ですね。この関係ね、しっかり ここで見なくてもこうスラスラ、ね、自分で書けるぐらいしっかり関係性を学んでおくと後で苦労しないと思います。いいですかでは次いきます。次は this と that の複数形です。これはとかあれはが this とか that でしたがそれにも複数形があります。これはに対応する複数はこれらは、あれはに対応する複数はあれらはね。で、その他に this と that はこのとかあのとか意味もありましたね。このに対応する複数形はこれらの、あのに対応する複数形はあれらのになります。で、それぞれ普通の単数の時は this, that, this, that ですね。で、それに対する複数形の単語は these と読みます。これは those と読みます。こっちも一緒です。 these, those ね。これもね、ここ e と o が違うだけなんでよく書き間違いするんですがしっかりね、単語を覚えるようにしてください。で、単数形、これ今までやってきた文章ですね。 This is an apple. That is a dish. I know this story. I use that pen、まあ、これは今までずっと書いてきた、ね、単数形の表現ですがそれをそれぞれ複数形にすると These are、ね、これも These も Those も必ず Are で受けますね。 These is とか Those is にはなりません。で、these are apples、ね、複数形 dish も dishes、
ね、I know G's stories、ね、ストーリーは Y を I に変えて ES ですね。で、I use those pens、ね、複数形になります、それぞれ、ね、ここしっかりこっちが複数形になってたら名詞も複数形になるっていうね、この関係しっかり覚えてください、ねね、基本的に複数形は R で受けるっていうのも忘れないでください。いいですか ね、 ここら辺から英語がねだんだんなんか難しくなって嫌だなって思う人も出てくると思うんですけどもね、ゆっくり考えればそんなに難しいことやってるわけではないので、しっかり、ね、今のうちに理解しておけば後々絶対困らないので、ね、今のうちにしっかり覚えてください。ですか。で次はまあ疑問文の時ですね。例えばこれらは彼女たちのペンですかという日本語に対して答えとしてははいそうです、まあいいえ違います、こういう答え方をすると思います。それに対応する英文としては These their pens、ね、their とか these とかね、今日出てきた言葉ですね。で pens 複数形ですね。でこれらはって聞かれたら they って答えますね。 Yes they are, No they are not、まあ、they aren't でもいいんですけどもね。 these とか those で答え聞かれたら Jeez, those で返すんじゃなくて They に返す、ね、これがポイントです。 Is this とか Is that の文も That is で返すんじゃなくて It is で返してましたね。それと同じようなルールです、ね、Are Jeez とか Are those とかになったら They で返す、ね、これがポイントになります。これも穴埋めでよく間違いがちなのでしっかり今のうちに理解してください。いいですかね。はい、では次いきます。次問題です、ね、代名詞と this that の複数形、ちょっと今までやってきたやつのまとめてなるんですが、まず日本語から英語への4題です、ね、今日の内容はちょっと難しいですがしっかり前のスライドを見直したりして自分の力で解いてみてください。では映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください、ね、どうですかね、難しかったけどできましたか。じゃあゆっくり一緒にやっていきたいと思います。まず最初、私たちは高校生です、ね、日本語ではごくごくありふれた書き方ですが、ここで分かってほしいのはまず私たちと言っているので複数形になるっていう意味ですね。私たちは複数形です。で、まあ、高校生ですと言っているのでこれは疑問文とか否定文ではなくて普通の文章だということです。で、あともう一つ分かってほしいのは私たちが高校生っていうことは私たちは一人の高校生じゃないですね。高校生がたくさん複数いるってことなので高校生という単語も複数形になるということも理解しておかないとダメですね。で、じゃあ答えはどうなるかというとWe are、ね、私たちは。で、高校生はハイスクールスチューデントが高校生なんですが、私たちは高校生ですって言ってるので、高校生はたくさん複数いるっていうことになるので、ハイスクールスチューデンツ、ね、ここ複数形、スチューデントも複数形になります。ね、ここが大事ですね。We are, we is,とか We am ではなくて We are high school students こうなります、ね、なかなか最初は難しいかもしれないですが徐々にはすぐできるようになっていくと思います。で次、彼女たちはテニス選手です。これも彼女たちと言っているので複数形です、ね、でテニス選手ですって言ってるんですが一人のテニス選手ではなくて彼女たちがテニス選手ってことはテニス選手もたくさんいるっていうことになります。なのでテニス選手という単語も複数形にしなければなりません。
するとどうなるかというと、彼女たちはゼイですかね。ゼイやテニスプレイヤーズになりますね。プレイヤーズ、複数いる選手、テニス選手が複数いるっていうことですね。これをしっかり、ね、間違わないようにしてほしいですね。で次、これらは私たちの卵ですね。これらはって言ってます。これらはって言ってるので、これは this の複数形だっていうことがわかりますね。次、私たちのって言ってます。なのでこれは私のの複数形っていうことがわかりますね。で、これらは卵ですって言っているので、ね、1個の卵ではないですね。複数卵があるっていうことがわかると思います。なので卵っていう単語も複数形にする必要があります。なので答えとしては These、 これらはですね、 These are our eggs、ね、私たちの卵、 our eggs という意味になり、いうふうになりますね。どうですかね、わかりますかね。では次、あなたたちはあれらの本が好きですか、好きですかと聞いているので、まず疑問文になります。まずそれを最初に押さえないといけません。で、あなたたちはと言っているので、まあ、これも複数形ですねを使うことがわかります。で、あれらの本と言っているので、あれらの本というのは複数ですね。で、あれらと言っているので、ざっとの複数形、ぞうぞう使えばいいということがわかると思いますね。そういうふうにまず自分でこの文章から必要な単語を考えて、それを文章として組み立てていくっていう作業がいります。なので答えとしては Do you like those books? ね、 Do you like、 好きですかですね。で、 those、 あれらの books、 本、ね、っていう意味で、あれらの本は複数にしないとダメですね。 book じゃなくて books になります。どうですか、できましたか、ね、間違った人はしっかり復習するようにしてください。では次いきます。次は英語から日本語の和訳の問題です、ね、これは4段あります、ね、しっかり複数形っていうことがしっかり分かるような和訳にしていってください。では映像を止めて始めてください。始め、はい、読んでください。どうですかね、できましたか。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず We use these erasers、ね、これ We 複数形でしたね。私たち、 use は使うですね、一般動詞。 these は this の複数形ですね。 eraser、 eraser は消しゴムですが、 erasers、 要するに消しゴムも複数形になっています。で、和訳としては、私たちはこれらの消しゴムを使いますという意味になります、ね、日本語ではあんまりこう名詞に対して複数形を使う表現というのはあまりないので消しゴムでいいんですが、私たちでこれらのとかね、しっかり複数形というのが分かるように和訳にしてほしいと思いますね。で次、Those are their chairs、ね、Those、 That の複数形でしたね。 There っていうのは、まあ、彼のとか 彼らのとか彼女らの、それのっていう意味でね。 Chair は椅子に Chairs がついているので複数形になります。なのでこれの和訳としては、あれらは彼らの椅子です、まあ、もちろん彼女らでも正解ですね。あれらは彼らの椅子です、ね、こういうふうになります、ね、本当にこの文章だけだと本当に彼女か彼らかは見極めできないので、どちらを書いても正解です。で次、 This is our house、
ね、これ一見なんか文章が間違ってる気がするかもしれませんが、これはこれで正解な文章なんですね。 This is、 これは私たち、 House、 ね、House は複数形じゃなくて House っていう家ですが、まあ、私たちの家っていう意味になります。なのでこれ、これは私たちの家ですっていう表現になります、ね、ここを私たちってこうしっかり複数形になるように和訳してくれればいいです、ね、いいですか。じゃあ次、あーゾーズ言わペンシルズ、ね、ゾーズ、まず疑問文ですね。でゾーズ、ザットの複数形です。で You are pencils、 ペンシルは鉛筆でしたね。なので答えとしては、あれらはあなたたちの鉛筆ですかというふうになります。あれら、ね、ゾーズ、あれらで、あなたたちのは You are ですね、の鉛筆ですか、まあ、鉛筆、ね、こっちはちゃんと複数形でなっていますが、まあ、和訳の時はね、鉛筆の複数形というのは日本語ではあんまりないのでそのまま書いたらいいですが、あれらはとかあなたたちのっていうのはしっかりね、分かるように和訳してください。どうですか、できましたか、ね、間違った人はしっかり復習するようにしてください。では次いきます。次は How many、 How many って読みます。 How many の疑問文の文章ですね。How many プラス名詞の複数形、これであなたはか、まあ、何個持ってますかっていう意味になります、ね、例えば日本語であなたはカバンを何個持ってますかと聞かれたら、まあ、私はカバンを3個持ってますというようなやり取りになると思います、ね、あなたはカバンを何個持ってますかって聞かれてるのに、はいそうですみたいな答え方はおかしいです ね。これは日本語でも明らかにおかしいように、英語でもそういう答え方はもちろんおかしいです。なのであなたはカバンを何個持っていますかっていうのを英語で言うと How many bags、 ね、名詞の複数形です。 Bags、 Do you have、 ね、Do you have、 あなたは持っていますかですね。あなたはカバンを何個持っていますかは How many bags do you have になります。それに対して答えは、私はカバンを3個持っています。I have three bags、ね、これは今までやってきた文章ですね。 I have three bags、ね、こういうふうに答えます、ね、How many で聞かれたら Yes, I do とか No, I don't とか、そんなふうには絶対答えないので気をつけてください、ね、いいですか。で How many だったら絶対複数形です。 How many bag とかではないです。 Bags、ね、複数形になるので気をつけてください。いいですかね、では次行きます。じゃ次、最後問題です。ここは日本語から英語に直すと英作文が2題と和訳が2題になってます、ね、では、まあ、自分の力で解いてやってみてください。じゃ映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですか、できましたか。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず、あなたは猫を何匹飼っていますか、ね、猫、キャットでしたね。何匹、何匹って聞かれているので How many を使えばいいってことが分かります。飼っているっていうのは一般動詞の Have でしたね。なので答えとしては How many cats、ね、キャットに複数形で Do you have になります。How many cats do you have?、ね、で答え、私は5匹飼っています、ね、私は5匹飼っています。 I have 5 cats、ね、5ですね、5 cats、まあ、もちろんこれでも正解なんですが、参考として I have 5、ね、こういう言い方でも正解です、ね、私は5匹飼っています。 How many で聞かれたらキャットっていうのは分かっているので I have five でも正解です、ね、いいですか。で次3番、ここからは和訳ですね。 How many books do you have? How many 何個ですかってことですね。で books ってことは本ですね。で do you have?
あなたは持ってますかってことになるので、答えとしてはあなたは本を何冊持っていますかね。さっき動物の時は何匹、ちゃんと何匹っていう単位にしてましたが、本の時も何冊、何個とか言わないですね、本は。なので何冊とか、要するに和訳の時はちゃんと日本語らしく表現してくださいね。で、それに対して I have 10 books ね、まあ、10って10のことですね。なので答えとしては私は本を10冊持っていますというふうになりますね。いいですか、どうですか、できましたか、ね、間違ってた人はしっかり復習するようにしてください、ね、で、今日は名詞、代名詞の複数形と How many の文についてやっていきました、ね、あと、まあ、This と That の複数形とかね、まあ、今日の内容はちょっと難しかったかもしれないですが、徐々にずっと問題を解いていったら慣れていくと思うので、今のうちにしっかりたくさんの問題を解いて慣れるようにしてください、ね、でしっかり覚えるようにしてください。ここでつまずくと英語がすごく苦手な教科になってしまいます、ね、頑張って得意な教科になってください。では今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。